をテーマにしてみたんですけれど、 JR で全国に来ているとこれだけの数があるんですね。多いですね。これもちろんあるはずなんですよ。そんな中でこういうテーマで絞ってみました。〇〇のための駅、我々はオンリーステーションと呼んでたんです。例えば有名どころではこんなオンリーステーションがあります。これね、あのスキーのシーズンの時、これ開かれる新潟、それからサッカーの試合の時だけ開かれる茨城の鹿島サッカースタジアム、これオンリーステーションで、もっとオンリーステーションがありまして、ちなみにこちらね、あの近場では横浜のこれ海島村という鶴見線の駅なんですけど、終点で電車を降りるとここは東芝の通用門です。東芝の入庫者がいれば中に入れない、駅から出られない、ほとんど直結の、そうなんです、オンリーステーション。そんな中で究極のオンリーステーションはこちら、たった一軒の民家のための駅。よくわかんないでしょ。でこれ北海道とかじゃないんですよ。で皆さんの記憶にある映像でご覧いただくと、この駅なんですね、これタイムリーでしたね、これあの8年前皇太子様のご成婚の時に、コアだと書いてコアだと読むコアダ駅というのが話題になりまして、ここでね、6月の頃が挙式を挙げたカップルがいらっしゃいまして、まあ、非常にフィーバーした駅ですよ。でこの駅が実は周辺にたった1軒の民家しかないというものだったんですね。場所を確認しておきますとこちらです。飯田線という豊橋と長野県の辰野を結ぶ大体200キロの線なんですが、ローカル線で、こちらにこの静岡県に小和田駅がありました。で近くにこれ三作保という大きい駅があって、三作保町の小和田駅ということで、さあ小和田駅の真実ご案内いたします。たった一軒の民家のためにある駅ってなんだこりゃ。その小和田駅は愛知県の豊橋と長野県の辰野を結ぶ JR 飯田線にある。飯田線は全長およそ196キロで94もの駅が存在する。そんな日本最大のローカル線にある小和田駅は、たった一軒の民家のためだけにあるという。一体どんな駅なのか。特にあてもなくブラブラ歩いてみるという散歩にはいいでしょう。ですから何があるというとこじゃありませんですよね。下車しても何もない駅、そんなところにあるたった一軒の家にはどんな人が暮らしているのか。あれ、さっきのところ出ちゃったよ。これ車で行けないってことか。地図を見てみると、駅と県道の間には太い川が流れていて、小和田駅に行ける道は見つからない。ちょっとお尋ねしたいんですが、あの小和田駅ってありますよね、これどうやって行けばいいんですか。小和田駅はね、電車で行くか、また徒歩で行くか、歩いて行くか。車行けないんですか。なんか一軒の民家のためだけにある駅だということなんですけど、あ、宮下さんね。その宮下さんは日常的に駅利用されてるんですかね。でしょうね。あ、そうですか。それしかないからね。すごい、本当なんだ。どうやら小和田駅の近くにある一軒の民家は宮下さんというらしい。車で行けないのならと、近くの三作保駅から電車で行くことに。すれた。これあれじゃない、郵便屋さんの、郵便屋さんがなんか本を歩いてる。え、もしかして今の電車で来られたんですか。そうです。あ、小和田塩沢地区へ郵便配達行ってきたんですけど、電車使って。そうです。すごい、あ、スニーカーだ、これは。これも許可になってるんですよ。あ、そうですか。加賀靴だとどうしても入っちゃうから。うわ、え、小和田仕様。そうです。これちょっと見て、これにしょって、これの中にお弁当箱とか入れて、小和田の宮下さん家が休憩になるから。あ、その畑で休憩してるんですか。なんと郵便の配達もハイキングのよう。とにかく小和田駅には飯田線の電車で行くしか方法はなさそうだ。あ、なんだ、そんなのかよ。トンネル多いね。飯田線の中で最も長いトンネル、大原トンネル。その長さ5063メートル。こうしていくつもの山を通り抜けて、やっと小和田駅に到着。すごいな、のどか。おい、おい、降りる人いないよ。うわー、すごいね、反対側が
山で、こっち側は川？広い川だな。そう、小和田駅は三方を山に囲まれ、残りの一方は天竜川が流れているという場所だった。見てよ、この駅舎。すごいね。あ、そうだよ、本題だよ。一軒の家を探そう。あ、あれは、あれはテレビで見た神殿ではないか。そう、これこそが8年前の皇太子雅子様ご成婚の際にブームとなり、十二人へ結婚式を行った神殿なのである。朽ち果ててはいるが、それは確かにあの当時の面影を残している。この小和田駅は昭和11年に開設されました。当時駅周辺には20軒ほどの民家があり、車が通れないため住民は皆さん駅を利用していました。またこの駅は静岡県、愛知県、長野県、3県の県をまたぐ境界駅ということで有名な駅でもあります。しかし過疎化が進み、20年前ついに1軒の民家を残すだけとなり、昭和59年駅は無人化されました。では週に何度か住民と鉄道ファンが時折訪れるのみとなったのです。まさかあれ違うよね。え、あれが一軒のお宅？行く？小原駅を利用するたった一軒の家、宮下さん宅は駅から1キロあるであろう山の中にあったので。あ、あれだよね。すいません。あ、こんにちは。あ、すいません。あの、東京のフジテレビの特ダネという番組の大村と申しますけれど。いや、本当に人がいたよ。あ、すみません。え、お一人ですか？いや、二人です。あ、そうですか。同時に二人ですよね。あ、すいません。たった一軒の民家に住んでいたのは、75歳の宮下さん夫妻。45年以上、この山道を歩いて、小和田駅を利用し続けてきたの。じゃあ、あの小和田駅はお二人には欠かせない駅ですか？そうですね、わかりないんですか？車道はないですか？やっぱり本当に車入れないんですね、ここは。日本の足だけで。そうです、歩くことと。電車の場合ですよ、生活を。あ、そうなんですか。奥さんはどうですか？女性の目から見ると、この生活っていうのはどんなもんですか？あ、ここ、のんきでいいもんだから。ええ。年取ってからどこへ行こうとは考えない。じゃあこの生活も、まあ、それなりに老後は楽しいと。はい、そうですか。いいです。生活してて一番不便だなと思うところって何ですか？そんなに不自由じゃないですよ。不自由ないですか、はい、駅まで山道を15分歩き、さらに電車に乗って生活物資を買いに行くにもかかわらず、決して今の生活が不自由ではないという奥さん。実は彼らの生活を支えているのは小和田駅だけではなく他にもあった。そのなんだこりゃとも言うべきものとは。小和田駅を利用するたった一軒の民家、宮下さん宅。夫婦の生活を支えているのは駅ともう一つあった。それは買い物に便利なものだったのだ。川の向こう側に。そうですね、長野県から。今日何か注文したものがあるんですか？ナスとね、それから米が入ってます。あ、よし、それをちょっとみんなで迎えましょう。よし、うん、あ、動いたぞ。これも宮下さん夫婦のためだけにある特製の買い物カゴである。重たいガスボンベやお米は注文すればこうして手元に届くのだ。すごい。到着。到着。よし。お、持ち上げた。
と何？そうでしょ、これお米です。お米。はい。お母さん。はい。日本でこういう風な形で生活物資を得てる家庭ってあるんですかね。他にないでしょうね。他に。宮下さんのお宅だけ。はい。すごいですね。ロープウェイみたいにしてきて。はい、でもこれがあるから不自由しない。そうです。そしてここでは電線電柱までもが宮下さんだけのためにある。どうですか、幸せだったなと思いますか、暮らしは。環境はいい中間慣れたとこだもんね。どんどんこの山さがあって山張ってもね、こういうところに住みられたところね。かつて雅子様フィーバーに湧いた小和田駅は確かにたった一つの民家のために今も存在していた。そこは駅や道、電柱や電線、そして周りの風景まで、すべてが自分たちのためにある、現代人が羨むような贅沢な家だったのだ。いいとこだな、いいとこだけどな。まあ一週間もいたら私なんかダメかもな。ご夫婦二人でね、静かに支え合って。喧嘩したことないそうですよ。喧嘩したらもうおしまいですからね。でも仲のいいとこはないよね。仲のいいご夫婦じゃない、そう絶対無理ですよ、ね。でまあ、米はああいう形でね、作動を通してロープウェイでやってくると。だからもう簡単なものは町へ出て電車で買いに行く。あとはもう基本的に自給自足、肉は食べないようにして山菜を取って、あとは味噌汁とご飯でいただくと、漬物も自分で作るというふうな暮らしぶりを。あの郵便屋さんは、ええ、何、新聞も届けてるんですか。朝刊も毎日昼に持っていくわけですよ、はい。であと宅急便なんかも全部委託されて持っていくわけですよ、はい。だけど宮下さん家で、宮下さん家のためにそうお弁当食べて。だから宮下さんからすると郵便屋さんだけが第三者ですから、もう本当にね、話し相手として受け入れてくれてね、僕らも取材行ったら本当に歓迎してもらいまして、もう最後名残惜しくて10回ぐらいさよならところでさよならところでっていうふうな感じだったんですけど、実はね、あのなんでこういうふうになったのかっていうと、まあ、宮下さん家は小和田駅から徒歩15分のところにある一軒家なんですが、であとその生活のパイプというと駅とこの作動しかないわけですね。でかつては以前宮下さんじゃない、ここにあった川の中に沈んでしまった佐久間ダムの建設によって、昭和28年にもう実はダム周辺にはね、あの川の底にはね、集落があって、皆さん好きなところに移住していいですよとなったんですよ。しかし宮下さんは生まれ育った町だから、それから家族の事情もあって、その小和田駅の周辺を選ばれた。でその周辺を選ばれた方は5世帯ぐらいあったんですって。ところがあまりにも不便なため、20年前からは宮下家1軒だけが駅周辺にあるという暮らしぶりに変わっている。なんかオンリーステーションって聞くと、なんていうんですか、高級マンションのペンタハウスみたいにね、こうエレベーターがあると玄関ってあるじゃないですか。そういうイメージがあったんですけど、十二人の結婚式で人がいっぱい来たというのは、あのご夫婦とは事件ですね。大事件でした。であのあの時は、ね、仕切られたのもね、奥さんがね、あの一日駅長というか、まあ、半分駅長みたいなことをやってね、現場を仕切ったそうです。ちなみにあの結婚式のご夫婦は、奥さん今妊娠3ヶ月だそうです。タイムリーですね。